たせいたしました。本日はイオンズショッピングセンターの最終営業日にお越しくださいまして誠にありがとうございます。ただいまよりセレモニーを執り行いたいと思います。当店は1978年9月ツショッピングセンター L として開店いたしました。その後1994年1月にツサティ、2011年3月にイオンズショッピングセンターに名称変更し、長らく地域の皆様にご利用いただきました。オープンから約45年間の営業を経てイオンズショッピングセンターは本日2024年2月12日18時をもちまして一時休業いたしました。それではまずはじめにイオンズショッピングセンター同友展開理事長西村秀樹より皆様へ最後のご挨拶申し上げます。こんばんは、同友展開理事長の西村でございます。寒い中大変お待たせいたしました。最後のこの時間まで温かく見守っていただきありがとうございます。 L としてオープンしツ・サティ・イオンツショッピングセンターと移り変わってきた中、我々専門店が45年間続けてこられましたのは、ここにおられる地元の皆様の温かいご支援のおかげであります。イオンツショッピングセンターは今日で閉店いたしますが、我々スタッフはこれからも地元で頑張ってまいりますので、今まで同様ご支援いただきますようお願い申し上げます。イオンズショッピングセンターを45年間愛していただきありがとうございました。続きましてイオンズ店店長奥田忠志より皆様へ最後のご挨拶申し上げます。本日はイオンツショッピングセンターの最終営業日にご来店いただき本当にありがとうございました。またお寒い中こんな遅くまでお待ちいただいて本当にありがとうございます。先ほど紹介にもありました通り、このお店は1978年にジャスコと日が一緒になって一緒の建物で営業するという当時としてはすごい斬新なお店でびっくりするようなことでございました。で、まあ、その後サティになって、イオンになってと、そして今日に至るわけなんですけども、やはりこれだけ長いこと営業させていただいたのは地域の皆様方のご支援のおかげだと本当に感謝しております。私事ではございますけども、私も津市内の人間でございます。私が学生の頃この店できました。友人と一緒に津駅降りてダッと来て、で福田なんだとか言って買い物に来た覚えがあります。きっと一緒に来た友人この中のどこかで聞いてるかなと思ってます。そして家庭を持つようになって自分の親と3世代でまたこのお店に来て子供の服を買ったりとか、そういった思い出がたくさん詰まったお店です。亡くなってしまうのは本当に辛いです。思い出のいっぱい詰まったお店、亡くなるのは辛いです。で、皆様方の中にですね、あ、そういえば通のイオンあったなと、心の片隅にでも思い出になってどこかで思い出していただければ、私たち従業員本当に幸せだと感じております。
本当に長い間皆様のお支えのもと営業させていただいて本当にありがとうございました。以上をもちましてセレモニーを終了させていただきます。本当にありがとうございました。